きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、サバイバルポジション、今日はジャイアンツです。はい、ね、逆襲のジャイアンツ、うん、俺1位予想だった。おーですね、私2位予想、ね、ジャイアンツ、新之助監督になって、はい、まあ、でもほぼほぼ決まってんじゃん。おだってキャッチャー大城やろ、はい、こう確定でしょ、うん、普通に考えて、うん、だってもうライバルおらんやん。いないですね。でファーストが岡本、うん、確定でしょ、はい、でサード坂本確定でしょ、うん、でショート門脇確定でしょ、はい、だって言ってたもんな、うん、門脇と岡本と坂本だけが決まってるっつって、はい、何気にセカンド吉川や。吉川選手じゃないですか。戦うの、戦うやついる。誰です、誰と戦うの。逆に中山、増田、若林。でもまあちょっと抜けてますよね、吉川選手はね、うん、まあ、戦うという名の脳サバやろ。平穏って聞いたことなんですけどね、うん、足の問題で。そう、それは怪我でしょ。だからなかったらな、ほぼ1年戦えないみたいな話を聞いたことなんですけど、まあ、怪我しがちですもんね。でもまあ別にな、能力からしたら脳サバやんな、はい、普通に対抗おらんもん、ぶっちゃけ。どう探したって。で、外野、はい、外野はお堂は確定でしょ、ライトね、さすがにね、うん、丸はサバイバル、丸競争さすの、まあ、競争、まあ、僕はそう思わないですけどね。でも確定やろ。元巨人のコーチから出た方が YouTube で言ってましたけどね。うーん、なんで崖口やと。ああ、そうで、やったみたいですね、うん、さあ、まだ確定ではないって言ってます。いや、確定やな。うん、まあまあ、大体、大体そうですね。だって、ここ誰行くねんっていう話や。うん、でもそれこそ固まってないですね。うん、レフトだけちゃう、サバイバル、ぶっちゃけ。うん、お堂がライト、お堂はライトのセンター丸、うん、もしくは丸レフトっていうのもあるよな、うん、正直、はい、でもそうなったら浅野くんは修行必要やな、まだ浅野くんはね、修行やな、確定じゃないもんな、全然確定じゃない、うん、キャンプも怪我からスタート、うん、ね、去年って主にセンターだったで、岡田、萩尾もまあ頑張らなきゃいけないしね、うん、で、オコエ、松原、秋広、はい、だから、うん、丸がレフトの場合はでも、もう丸がセンター、センターおらんもんな、うん、なんかまあ、安倍さんはレフトに丸を持ってきたみたいですね。いや、それを行きたいよな、うん、はい、本当は、お堂はレフト、ライト、丸でもいいけどな、うん、でもセンター、秋広センターできんの。丸をレフトに持っていったらもう秋色使わんって言ってるようなもんやな。いやでもそう考えたらもうレフトだけじゃん、うん、サバイバルポジション。お堂は止まる選手はまあ確定して、だっていやセンターおらへんねんって、ぶっちゃけ、うん、センターおらんからもう丸がセンター行くしかないねん、うん、こう考えたらね、うん、いや丸は俺も丸がセンターじゃない方がいいと思うけども、はい、おらへんから行くしかないやん、うん、でそしたらレフトだけやな、はい、ちょっと他も決まってるやろ。内野は結構固まってますね。おらんもんな、もう、うん、正直チョコマカタイプ多いしな。チョコマカタイプだから要は中山とか、ね、うんうん、湯浅とかもそうだし、あとはあの増田陸、増田陸セカンドだから吉川と、あ、対抗ですか、右左であるんちゃう。だってセカンドしかないよ、守るとこ。守るとこないですね、うん、だから多分セカンドの練習してると思うよ、キャンプ行ったら、うんうん、があるかもわかんないけど、だからここ右左でね、うん、そこどうなんかっていうところあるけども、まあ普通に言ったら吉川だね、はい、レフトだけやな。おー、でレフトも誰守んねやってたときに梶谷、うん、岡田、萩尾、オコエ、松原、秋広、結構梶谷選手もね、去年出てましたからね、うん、でも梶谷ライトやんな、だからこのお堂がライト行くからな、あー岡田とかもライトだったよね、はい、だからみんなレフト行かなきゃいけないね、うん、それかセンターだから、もう岡田とかセンターの練習した方がいいよね。いやもうぶっちゃけレフトだけやな、うん、普通に考えても固まってますね結構ね。だから門脇が去年並みに行けるかどうか勝負だね、うん、ここガクガクって崩れたら、うん、もうやばいね。それ崩れたらまた坂本選手がじゃあショート戻るんですか、ね、いや戻ることはないと思うよ。だからもう中山とかが、あがじゃあショートサバイバルになるってことか、うんうんうん、そう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 、やんなきゃいけなくなるんだよ、うん、ルーキーちゃん、まあ、いいですよ、ああ、だからそうなるんちゃう。うーん、一番困るパターン、門脇が活躍しないことじゃないよ、はい、坂本が怪我やこれ一番怖いね、うん、気づいたら岡本サード守ってるあるからだ、はい、まあ、そしたら秋広選手とかね、こう入ったりとか、うんうん、そしたらファーストがあの、はい、フリーダムに使えるから、はい、まだいいかもわかんないけど、うん、正直もしくはお堂が悩いもんな、
ゃ珍しいよね、うん、まあ、内野に来てる可能性もあるよね、うん、だ坂本が怪我したらまたややこしくなるやろな、うん、そうですね、うん、誰が出るかっていうのが、うん、でもぶっちゃけ普通に考えたらもうレフトだけやな、うん、こう見たらそう薄いな、でも決まってるっていうね、でそう出てるやつが高いからで、うん、バッテ以降もすごいいないですよ、うん、誰もいない、うん、確かに、うん、でかいやつおらんもんな、だからここの岡田とか萩岡頑張んなきゃいけないんだろうね、うん、ここ外野とかで言うとね、うんうん、なかなかっていうところもあるしね、うん、正直、はい、だからぶっちゃけドラフト4位以内に大正大行った広陵のあボンゼね、うん、取っといてもよかったよな、うん、あぶっちゃけ次世代のためにな、うん、あんなピッチャーばっかり取んなくてもう、うん、大型野手おらんもんな、うん、だそのチョコマカタイプばっかりやん、はい、なんかちょっとちょこちょこっとしてアベレージヒッターの足速くて守備がみたいなワンジばっかりで、岡本選手だけですよね、意外と中田翔選手が抜けたことって、うん、ベンチって部分だよ、うん、なんかちょっと、ね、で若いやつとかもなんかパンチ系でなんか大型選手になるようなやつおらへんやん、うん、そう考えたら真鍋取っててもよかったよな、うん、 そうですね、そんなピッチャーばっかりいっぱい取んなくたってな、うん、でこの年齢構成とか見てたら、はい、ちょっと思うよ、うん、そこら辺さっき思いますけど水野さんどうですか、はい、あったからこの前水野さん、うん、体勢良かったっすねって言ってたご了承してで、はい、でピッチャーピッチャー、はい、ピッチャーは先発、うん、まあ、戸郷ね、はい、で山崎伊織、うん、確定 ね去年良かったですか、うん、まあ、俺は抑えの方がいいと思うけど多分菅野はね普通にいけばね、うん、で、グリフィン、メンですね、うん、はい、で、1、2、3、4、5、1つかな、サバイバルは、うん、で、ここに、だから横川とか、はい、赤星投手とか、うん、赤星、まあ、山田とか、うん、井上とか、はい、あとはそのね、西舘、そうですね、うん、ドラフト1位の、うん、とかが勝負なのかなっていうね、うん、はい、ルーキーがね、ピッチャーが多いので、うん、誰か出てくるかもしれないし、うん、一つだね、はい、ポジション的には、うん、でリリーフは、まあ、大勢でしょ、うん、結構補充しましたしね、そうやな、うん、でもあそこら辺はもう全員サバイバルやろ、そうですね、補充組は確定ないから、うん、バルノナード確定やな、うん、抑えてたからね、高梨、中川、うん、田中、どうなんやろな、投げてたけどな、うん、サバイバルやな、はい、でケラー、ここはもう確定で入って、はい、入りますよね、なんそしたら何5人お、え、じゃあ3人ぐらいサバイバルちゃう、ね、泉とか高橋玲とかババ、うん、とか取ってきたのと、はい、ね、田中、直江、菊池、うん、平内、うん、船場様とか、うん、鈴木、そうですね、今村とか、うん、ここら辺はもうサバイバルやな、はい、リリーフはリリーフ結構、まあ、だってリリーフが弱いんだから確定してるやつ少ないに決まってるやんな、だからまあ補充してるわけですからね普通に考えて、はい、リリーフがあの課題やって言ってる中で、うん、リリーフが人いっぱいいたら、ほんとおかしいやんな、そうですね、やっぱりだから右のリリーフは全サバやな、はい、だからさすがに中川、バルドナード、高梨は多分入ってくると思うんだよね、うん、はい、普通に左のこの3枚っていうところは、でも右で決まってんのは大勢とケラーだけじゃん、うん、あとはもう全員サバイバルちゃう、うん、キャンプでのアピール次第、うん、キャンプでもやっぱこう考えてもリリーフが薄いってなるよな、うん、まあ、決まってないですからね、うん、うん、この確定言えんもんな、はい、だからジャイアンツのリリーフはあのロッテの内野手ぐらいこれってやつがおらんな、うん、正直高梨ももうちょっと頑張んないとな、うん、ちょっとピンチになってきてるからね、はい、うん、まあ、年齢も上がってきましたしね、うん、32歳だからね、うん、まあ、でも32歳でまずバリバリで、うん、でこう考えたらジャイアンツの年齢構成っていうのは本当だ、いや、おらへんねん、いや、そう、今上の方にいたんで結構上かなと思ったけど、うん、ベテランそんなおらへんねん、ベテランがもう菅野投手ほぼだけじゃないですか、うん、これはもういい傾向なのよ、うん、あの使いもせえへんベテラン、はい、置いとく余裕なんてないやん、リリーフ悪いんだから、うん、はい、でもそれをきっちりこの年齢構成はめっちゃいいねん、うん、しかもこれ25歳前後にめっちゃいいねん、いますね、で、そこの候補としてはだから松井とかね、うん、直江、田中で、赤星、菊池、うん、平内っていうところと、左もあの井上はまだ横側大江っていうところが、うん、おお頑張ったなみたいな、だからジャイアンツのドラこの年齢構成はめっちゃいいよ、はい、無駄なベテランいないし、ない、伸びてほしい若手が
結構いっぱいいて、うん、ここが成長すればいい感じになってくるじゃん、うん、ですね、成長が、うん、伸びしろがすごい見える。でプラスアルはルーキーたちが、はい、まだこの年代ね、うん、23、4、5っていうところに、はい、まあ、社会人大卒だからいっぱいハマってくるやん、うん、と年齢構成はめっちゃいいね、いいですね、うん、そのこっからこうっていくかどうかだね、はい、だから目が出るかどうかだね、うん、野手はねやっぱ中堅どころがパッとしないんだよね、うん、逆に言うと野手は25歳前後がこれっていうやつがいない、うん、だからここら辺で踏ん張っていかないと大城岡本とかが30オーバーになってきた時に、はい、ずっと頼らなきゃいけないになってくるから、うん、この野手の野手が逆にね上の人たちが多いんだよ。だからそこら辺ピッチャーの年齢構成はいけるね、はい、だどこ出てくるかっていうところと、うん、まあ、リリーフはほぼサバイバルだね、うん、だ誰が勝ち得るかだね、はい、ルーキーも含めてチャンスいっぱいあるからね、うん、そうですね、うん、だからここら辺がガチに溜まってきて来年のサバイバルでいやリリーフないっすねって言ったら優勝してるかもな、うん、ね、ありますね、うんうん、っていうところが、はい、ジャイアンツ。だからジャイアンツのキャンプはねセカンド誰が守ってるかというか、まあ、いや俺は吉川やと思うけど、うん、でもそ俺が思うほど吉川が評価されてないね。まだ怪我がちっていうところもあるからこうちょっと不安なんじゃないですか。いや、うん、何が嫌なんやろなって思うぐらいなんか評価されてない、ね、身体能力高いですよ、ね、いいですか、ね、あとサードのサード岡本と一緒にノック、あ坂本の次にノック受けてるやつ見た方がいいよ。万が一坂本が怪我したら誰サード守るんだろうって。そうですね、うん、何気に、はい、あと岡本はもう本当にファーストだけしかしてないのか見た方がいいよ、うん、サードのノックもチラッと受けてたら、はい、あ坂本ちゃん不安なのかなみたいなね。そうポジション見るの面白いですね、うん、やっぱあと丸のシートノック、丸のシートノック、はい、丸によって外野の構成がちょっと変わるから、あどこをやってるかなみたいなね、うん、っていうのを、はい、あとはもうリリーフ陣があのキャンプをね紅白戦オープン戦から誰が勝ち抜いていくからね、うん、そういったところは勝負だね、はいはい、っていうところがジャイアンツサバイバルポジションでした、はいはい。